さあ続きましてもこれは堺なんですけど、うん、ここはこの左手に見えるのが関大の堺キャンパスだそうですよ。へえ。ってことは考えて、うん、学生さんのイケメンたちが集まってる喫茶店の可能性がありますね。こんな近いんやったらね。そう、キャンパスもあちこちにあるんやね。そう、いろんな大学のね、大阪市内にもあるし。そうそうそう。さあということで、どこが喫茶店なんでしょうか。さあここです。これもう素晴らしい、うなぎミュージアム&カフェ。カフェの前にもミュージアムがさ、来てしもてるからね、ちょっと不安もありますけども。いろんなうなぎがいてはるんかな。そうかもしれんよね。紅茶とパンとカレー、うなぎの店とか。果たして喫茶店なのかどうか分かりませんけれども、ちょっと行って確かめてみましょうかね。消毒しましょうか、うん、じゃあ。置いてるっていうことは。お邪魔します。はい。お邪魔します。お邪魔します。よろしくお願いします。あ、こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここはあれですか、喫茶店ですか。喫茶店になるんですか。博物館ですか。どっちになるやろね。どっちなんでしょうね。その答えによってはもうこのまま帰らないといけない状況になるかもしれないんですよ。あ、まあ今はうなぎの研究者みたいになってるけども、はい、もともとはお茶の方が専門でした、ね。ああ、なるほど。ということは喫茶店ですよね。そうそう、まさに喫茶店。あ、喫茶店じゃないですか。お茶も並んでます。喫茶店の喫茶はどないしてお茶を飲むんですかね。飲むお茶って書かないでしょ。あ、そうですね。喫するっていうのはタバコを吸うような感じで、ね。はいはい。あ、そうですよね。たしなむっていう感じなんですかね。だからちょっぴりたしなむかな。あ、うん、いきなりちょっと交渉の話になるんですけど、ちょっと今一つ勉強になってね。勉強になりましたね。本当に、うん。なるほど。ということは、まあ、ここは喫茶店っていうことで。本来はお茶専門店だった。お茶専門店。ところが私は魚にはまってしまって。はい、だんだん魚、日本の川魚を勉強するようになって、なるほど。で、2006年ぐらいからうなぎにハマって、うなぎの博物館とうなぎの水族館になってしまった。もともと、だから最初は喫茶店っていうことですね。そうそうそう、そう、で喫茶店っていうことで、ちょっとまずちょっと座らせていただきましょう。はいね、どうぞ。さあ、ということで、はい、今日はうなぎについて教えていただきました。喫茶店に来られたのに。喫茶店に来られない。喫茶店の思いのもなんか博物館に来たような。見たような、この座りの並びもね、うん、何か教えてもらうんじゃないか。そう。この並びにしたのは、はい、普通喫茶店やったら4人この並びですね。4人上げたでしょ。これ雑魚寝館やから、雑魚寝するように座るんです。関係のない人たちが、あ、なるほど、はいはい、あ、ここでいろんな会話をできるように、どこに座ってもいいの、うんうん、あ、そういうことだね。あ、やさん、いらっしゃいませ。あ、片木の人じゃん。あ、片木の、いや、片木の人だ。どないっていうか分かる。片木のやさんですね。やさん学生がいるかなと思って。始めます。どうも、始めまして、すいません。やさん、いや、どうぞどうぞ。やさん、どうしましょう。やさん、やさん、隣に座りますか。すいません、そういう雑魚寝がまさにこういうことですね。この方は見た目は肩着には見えないけど、肩着、はい、うん、の先生、教授。ああ、その関大の。ここの教員ですね。はい、何を専門にされてるんですか。あ、なんか何やろう。レスリングで。あ、まあ、昔は。あ、昔は。いや、でもめちゃくちゃ。あの、なんかちょっと変わった学部でね。あ、そうなんですね。はい、学生こう街出てくるんですけど、うん、大学の中で芋を作ってるんですか。今ね、芋は午前中終わって、はい、うん、これから豚汁作るよるらしいです。へえ、ね、うん、畑もあるってこと。畑あります、この大学の。大学のキャンパスで畑作ってるんです。畑もあるし。そうなの、はい、で、マスターはどういう知り合いで、マスターももしかして先生なんですか。うん、学校の校長先生。学校の、え、校長先生。そうそう、高等学校の校長先生。大手門学院って知ってる。はい、大手門あるある。大手門学院の校長先生。校長？今？何してんですか、こんなとこ。今はもう大手門学院辞めて、今度は大阪動植物海洋専門学、まさに魚関係の専門学校の校長なんです。あ、そこの今はじゃあ
そこの校長、うん、館長っていうか校長、校長されてる、あ、海洋専門学校の校長されてるわけですね。まさしくだからすごい好きな方に行ってるわけです。そうですよね、うん、向かいにこういうわけのわからない先生がいっぱいいてて、なるほど、うん、で先生同士で交流してると。そうそうそう、逆にね、うん、お茶を通してね、まあ、お茶を通してね、素晴らしい。今まさしくその話をね、こうしていや、まあそうね、雑魚寝っていうことで、うん、このテーブルを仕切らず、いろんな方が雑魚寝するようにっていうとこ聞いたところで、やっさんが来てしまった。タイミングよく、そう、申し上げましたから、なんか飲み物頼もうかな思ったら、とっこすいません、取られたから。いや、ちょっとさっき飲み物頼ませてもらっていいですか。店やね、そうだね。じゃあもう今日は先生と呼びますよ、うん、先生おすすめのなんか飲み物なんですか。言ってくれる。イチジクさ、イチジク下は何、ザコネ館の、イチザコネ館のイチジク館長、イチジク館長。あ、面白いな。なるほどね、めちゃくちゃ真剣に考えてる。いや、お客様言うで、イチジクさん、うん、今日元気いいと思って言って、イチジク館っていう友達がいてるから、そのそこからね、ちょっと脅して、イチジク館長先生。あ、そうそう、わかりました。一時間です。もうそのノリで行きましょうか。放送禁止用語かかれな。放送禁止用語ではないですけれども、あの番組にはふさわしくはないです。ないです、ね。そうですよ。それ先生の言う発言ではないですね。うん、あ、でもちょっととりあえずおすすめなんですか。もともと先ほど紅茶がね、お茶ね、あの専門っておっしゃってましたけど。あの一昨日ちょっと変わった店で買ってきた紅茶。紅茶かな。わからない。紅茶とは分からんようなやつはちょっとおすすめされてもっていう。あったもん。ただなんかやっぱり今でも紅茶でも仕入れはいろいろ日々されてるんですね。されてます、されます。あ、ここにあるのは皆さん方が、うん、紅茶といえばインドのアッサムやダージリンいるんですよ、はい、そうですね、スリランカのヒムラとかヌアラエリアとかあるんですけども、うん、そういうのっていうと私がここで集めてるのは中国の。あ、なるほど。中国の紅茶、紅茶、うん、じゃあ例えばウーロン茶だったりプアール茶みたいな、うん、あれは紅茶になるの？ではない、うん、あれはお茶で、お茶ですけど、へー、 あんまり知らない、知らないです、うん、だけどあのヨーロッパ特にイギリスなんかの貴族が飲む紅茶は、うん、中国のキーマンっていう紅茶なんですよ。キーマン、へー、キーマンって取れるで取れる土地の名前なんですね。そうです。その代表的なやつがこれはどうなるんですか。今あの先生の言って これは何ですか。じゃあわけのわからんやつ。ちょっと怖い、ね。まあわけのわからんやつよりは貴族の飲んでるやつの方がいいのかな。いや、うん、これどう、ちょっと香りを嗅いで。そうですね、いいですか。はい、どうぞ、うん、うわぁ。イギリスの子、貴族が飲むやつ。これ貴族絶対飲まないこんなやつ。何を言うてるの。割とこういうね、あのちょっと薬っぽいの大好きなんですよ。いや、薬っていうかもうセイロガンですよ。そうか、完全にセイロガン。セイロガン好きやから。おなおな旅行行く時も必ずセイロガンなかったら不安になるんですよ。これはね、正式名はラプサンスージョンって言うて、イギリスの貴族が飲む、うん、はい、中国のキーマン紅茶に香りをつけたやつ。うん、セイロガン。なんでわざわざこのセイロガンみたいな香りをつけたの。これは香りこんなんやけど、ね、お茶にするとこうやって変わるんですよ。はまるんですよ。私の子供の時にあのコーラがあったじゃない。コーラありましたね。あれ中学生やったかな、初めて飲んでこんな薬みたいなの飲めないと思ったけど、今やったら飲みません、うん、あ、そういうな感じ でどん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 はまっていく。そうそうそう、毒ダミ茶とか毒ダミとかね、あ、ちょっと癖のある。だから美味しいやつは最初にポンと美味しいけども、逆にいまいちやなものにはまったら抜けれない。ああ、そうなんですね。気づけない。ずっと似合ってるもん。いや、いや、こっちやな、こっちは教えてください。私は知らんから。あ、それはだから初めて買うわけですね。とはメーカーはそこそこ あのスリランカの紅茶やからね、私あんまり買うことない。あ、でもスリランカは割とね、紅茶の、これは得体が知れないので、つまり怪人みたい。そうですね、センチャーアールグレー。アールグレーっていうことおしゃれなんじゃない。ああ、これは美味しそうな、いい匂い。もうこっちちょっとこれも蓋して、あのちょっとこうね。いや、もう本当のいい紅茶の香り、うんうんうん、
好きな感じよ。貴族、これこそが貴族ですよ。香りだけで癒されそうな、うん、これはね、薬局ですもん。おお、うん、それちょっと好き。これはもうよくある。あ、いい、うん、一般受けが。これでも、先生のおすすめとしてはどっちですか。おすすめというよりも、うん、飲んでみたいなと思ってな、おとつい買った、これ。まだ、それも違いじゃない。おすすめ。それ先生がこれ買うたばっかりやから飲みたいんでしょ、うんうん、私らは紅茶の初心者です、うん、で、初心者に先生がおすすめする紅茶はどうですか。もうこれ、キリないね、多分、うん、これにしましょうか、うん、いやいや、あるねんけどね、ちょっと待ってね。いや、大丈夫ですよ。この、ちょっとセイロガン飲んでみようかなっていう、今思ってるんですけど、そこ、それ、どこ行くんですか。家の方に家にも紅茶奥があるの。あるんやと思う。で、ヤスさんがなんか持ってきた。いや、ちょっとだけ残ってた。え、ちょっとだけが、いや、ふかしい方が、今ちょいっとふかして、おいしそう。用意しましょうか。いや、もう、用意しましょうかって、こう自分の店みたいに。まあ、ここみんなの店。まあ、もう、そう、一緒に見せてください。雑魚ね、もうほんまちょびっと残り物なんですよ。これ、さつまいもなんですか。さつまいも、これね。いや、めっちゃおいしそうね。ああ、いろいろ大きいの、ちっちゃいのあってね。そうやね、学生みんなで食べてたんですか。そう、学生とね、で、ここら、大きな精神病院がそこにある、うん、はいはい、精神疾患の患者さんらが町で暮らしてて、うん、でその人らと学生らがこういつもいろいろコラボさせてもらって。ああ、そうなんですね、はい、もうなんかグレイテストショーマンの世界ですわ。ああ、なるほど。ちっちゃいのちょっと懐かしい。子供の時に食べたこの小さくの、ね、そう、これ美味しいでしょ。で、今日はみんなでお芋さんをふかしましょうっていうことをどうやらしてたらしくて。そうなんですね。それの残りを持ってきてくださったわけですね。なるほど。これでいろいろなんかそんな連中がすごい雑魚ね感出るんちゃうかな、今日。この辺です。はい。今食べてはった？芋村川ゼミの芋やね、これ。今からいただこうかな。この芋を食べてもらう。ここ今メンバーみんなと芋やってたから。なんかいろんな彼の言葉しか出てこないね。どうぞ、いや、どうぞそんな遠慮せず。亀井先生どこ行ったの。雑魚先生が今、紅茶探しに行ったの。紅茶探しに家の中入って、おすすめの、全然戻ってこないのよ。呼んでほしいぐらい、先生を呼び戻してほしいぐらい。いや、なんか先生でもうなぎ用意してますわ。で自分の店みたいにめっちゃ中入ってるじゃないですか、ヤスさん。いいんです、いいんです。いいんですよ。いいんですか。うん、ここでディレクターも自分の家みたいに入ってる。靴脱いで大丈夫なの。いや、もう先生一人で住んであるからね、みんなワイワイして楽しいんだもん。それがまさに雑魚ねっていうことですか。いや、だからとっておきのを探してくれてるかもな。そうだね。あんなら降りてけへんも2階から、うん、2階に上がっていってんのよ、ディレクターが。そんなことある。ほんまの雑魚ねかみたいな。雑魚ねになってきた。すいませんね、なんか先生ちょっとバタバタさしましたね。え、まだなんかこうやって出てきた。今あった、今持ってきてくださったんですよ。いや、これが本来おすすめやけどね。これが一番おすすめですか。もう見るからにおしゃれ。待って、新品じゃない。開いてないや。開いてない。いいよ。いや、これ飲みましょうよ、これ。まあ飲むけど、匂い嗅いでみて、それ。開けていい？いいよ。開けていいの？うん。開けますね、じゃあ。これで密封してるっていうこと。あ、もうすごいいい香りがしてるよ、こっから。あ、これちょっと甘めのちょっと甘い香りですね、うん、全く違うね、うん、さっきのと。で、今芋に夢中で全然話も聞いてくれてない。もう先生割と我が道を行く感じやから。そうですね。だからすごいいい香り、うん、甘い、わかる。フレーバーティーっていう感じやね、うん。いや、もう先生ちょっと一回落ち着きましょうね。いいですか。よかった、一回落ち着きましょう。まだせっかちやね、せっかちやね。とりあえず紅茶入れてもらったの。紅茶、まずちょっと一回整理しますよ。で、先生、まずどっちがいい。こう3つあないで。3つありますけれども、やっぱり
これは一回飲んでみたい。そうなんですよ。これがやっぱり口直しにこれするか、うん、そうです。せいろがんをまずちょっと味わってみたい。やっぱり先生がそんだけいずれはハマるだろうっておっしゃったわけですから、うん、ラプサンスとりあえずこれなんていうやつでしたっけ。ラプサンスーラプサンスーチョン。その辺が中国っぽいやっぱり名前ね。ラプサンスーチョンをいただきますのでこれを飲んだことないの。あるわけないやんか。そんな長いやろ人生。長いです。この方60年生きてます。で一回り下なんでこの人。そうどうですか。でラプサンスーチョン飲んだことないの。ないです。その代わりね、せいろがんはもうしょっちゅう飲んでない。ただ紅茶になるとどんな味になるのか楽しみですもん。そうやね、うん、ぜひ。いや本当に。でもそのお客さんも飲みはるってことですよね。ただ飲むのですよね。そうね、うん、だから頼むときはラプサンスーチョンって言えばいいわけですよね、うん、もうめんどくさかった普通のアールグレイと言われて。いや、ぜひそれを飲んでみて。いや、もうこれでお願いします。了解。はい、はい、美味しく入れてください。で学生さんなの。学生さんなの。そどこの向かいの、はい、向かいの、はい、あそうなんです。で、安さん先生の生徒さん。生徒さんね、はい、どうですか、安さん先生。どうですか。優しい。優しい。優しい。まあ、先生の前やから言うしかないと思う。ほんで、あの、ウーバーイーツみたいなの来ましたけど、どうしますか。お弁当。お弁当。ウーバーイーツ、お弁当。にぎやかですね、この店。ほんま、いい、好きやわ。好き分かるわ、ね、うん。あの先生のバタバタ感と。なんか出会いもありそうやわ。うん、そうなんです。ここで出会いがあるんですよ。いや、プライベートで来てみようかな。いや、こいいんじゃない。ね、うん、最寄りの駅はどこになるの。ここ。私はこの朝霞山駅。ハワセ？これ、ハワ？なんか、なんか朝霞山駅がもうそこですからね。すぐそこだね。うん。へすごいね、なんかアットホームっていうか、もうこの地元に根付いた店なんですね。もう誰がスタッフで誰がお母さんみたいな分かりませんもんね。ありがとうございます。カップもちゃんと見てね、紅茶は。あ、カップからこだわりがあるんですね、この。あ、あ、これこの縁の柄ですか、カップの。何ですか。え、これ何ですか。どこのメーカーの。あ、分からない。これはね、ウェッジウッドです。さすが。ね、あの、そこに書いてある。書いてるもんね。そこに書いてある。いや、そうじゃないとね、分からへん、こんな。でもやっぱ高級な、やっぱりあのティーカップといえばウェッジウッドは有名ですね。うん。うん、有名ですよ。大体なんか難しいことは後で説明しますからね。いや、難しいこといらないんです、この番組は。ありがとうございます。多分これ世界で一番いいカップやと思ってる。もうないんですよ。世界で探すのもうないです。え、絶版。絶版の、うん、そんなんでいいんですか、そんなぐらい。だから有名な単純な来たんで。いや、そんな有名でもないですけれど。口つけてもね。うん、いや、思ったより色がもっとあの濃いかなと思ったらね。黒っぽいんかなと思って。もうストレートで。はい、ありがとう。ストレートがいいですね、はい、やっぱりね。はい、じゃあ。なぜこのカップがいいか言ったら、はい、この周りの赤とね、紅茶の色とのグラデーションですよ。うん、ああ、なるほど、まあ。紅茶の色の茶色と、それちょっと縁白があってからのこの赤ね。そうそう、このグラデーションが多分、世界一のカップと思ってます。これがね、飲まれ、飲まれ、飲む暇あれ。ただこれね、うん、先生いいですか、はい、今もすでにね、はい、もう匂いがね、ものすごいセイロガンの匂いがね、してるんですよ。してるよね。後で残ったやつ飲んだらいいから、うん、これがね、うん、マイセンのいわゆるティーカー。あ、マイセンは高級ですよ。高級やろ、うん、で、マイセンでもこの柄のないやつが好き。一番安いやつね、これ。だけどシンプルな、シンプルな、うん、このマイセンのやつよりもこのウェジュードのコロラド、コロラドって言うんですけど、はいはい、これの色合いが、いや、ほんで上品、上品、ね、上品ですよね。こんな小さい店やけど、こういうカップもあるんです。本当にこれマッチしてる。これが黒かったらまたコーヒーやったら、ね、このカップが、いやいや、そうですよ、ね、それは、うん、どうぞいただきます、はい、いただきます。あー、セロガンですよ、まだ。いや、飲んだらね、一挙にその香りが効いて、ほんまに体の味もええか。いや、良さそうです、ね、本当に。ああ、ね、飲んだら違う。
いや、ほんのりセイロガン感はあるけど、うん、あまりそれよりも、ね、なんかあの紅茶の風味がちゃんとありますね。うん、そして体にいい感じもする、うん、あの中国独特の、うん、そうやね、うん、ただほんまにね、セイロガンの香りはするけど飲むと口の中ではセイロガンじゃないのよ。これは皆さんちょっと飲んでもらいたい、この不思議な感じ。だんだん紅茶の感じがね、紅茶の感じしかしない、うんうん、あー不思議、美味しい、うん、これはあのちょっとやみつきになるのは分かりますね。で紅茶好きやからいいやん、これ。そうそう、なおさら体にもいいって言ってるし、うん、売ってはんのかな、ここでも。いや、これはでもしちょっと後で聞いてみたら売ってんのかもしれない。あ、それ名前さえ分かったらね、買えるもんね。まあまあそうやね。これ先生、これあれですか、これは普通にこの先生のこのお店でも売ってはるんですよ。売ってるってもん、買ってるんです。買ってるんですか。じゃあ飲みに来るだけここに、はい、ああなるほど。紅茶は売ってない。あ、お芋、お芋とうなぎ。あ、うなぎが出てきたの。好き。あ、もう一回いきます。これはうちのオリジナルで、うん、多分食べたことない。これ頭のとこですか。あ、わかりますね、頭です。これ頭なの。何これ、なんか頭の、だから頭のとここう開いてるってことでしょ。あ、あのこうパッと見食欲をそそらない感じですね、これね。味はどこですか。これ何ですか先生。うなぎの頭。うなぎの頭、はい、これ見たら見て、これが口の先でこういうことですよね。そう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 。え、こううなぎの頭をどういうふうに調理してあるんですか。これはね、語ると私の専門の研究になるんですけどね、うん、短めで。うなぎはね、虚空蔵菩薩という仏さんのお使いなんです、うん、皆さんは知らない。あ、いや知らなかったです。うなぎが、うん、虚空蔵菩薩というのは宇宙の知恵を持ってる。だから弘法大師空海も室戸岬で一番最初に修行したのは虚空蔵菩薩に知恵をもらう修行なんです。なるほど、うん、だから虚空蔵菩薩は宇宙の知恵の塊なんですけどね、うん、その虚空蔵菩薩のお使いがなぜうなぎかというのが私の研究テーマなんです。なるほどね。でそのアルバン、はい、虚空蔵菩薩が私の枕元にお立ちになられて、はい、私の大事なうなぎをね、うん、その私の知恵が詰まってるうなぎの頭をみんなほかすんですよ、硬いから。なるほど、うなぎ屋さん。それを美味しく食べて供養してくれとお告げがあって。ね、なるほど。それを骨料理して出すようになったってことです。骨ごと丸ごと食べれるんです、このまま、うん、で今あるやつは佃煮にしてますけども、うん、これを燻製にしたやつとか味噌漬けにしたら泣くぐらい美味しい。今日はちょっと間に合わなかったんで、いつもあるまだ佃煮の方が自分らを食べれるかもわからない。そんな見た目そのものに燻製は泣きますよ、当てにした後。へえ、プライベートで来ますよ、日本人は。いや、そうね。どう食べて。ただなんかものすごいこう抵抗あります、ね。抵抗あるんですよ。わかる。いや、頭が賢くなりますもん。そう言われるとね、やっぱ食べとかないとね。うん、だってその知恵の詰まってるっていう頭ですからね。基本ちょっと紅茶にうなぎので、ちょうど紅茶にうなぎはまずおかしい。そもそもはね。いや、じっと見たらこれ多分もう食べられへん。こっちこっち向いてるもん。でも昔からうなぎね、ずっと馴染みがあるんですよ。うなぎね、小沢やもん。そうなんですよ、ね、で親が漁師やったんですよ、うん、あ、そう。ほんであの港のとこに海で産卵して稚魚が上がってくるじゃないですか、はいはい、川に、はいはい、でこのヘリのとこに父親がバッテリーでライトを照らして子供の時に撮ってて、で稚魚を網で、ほんで一匹結構な値段で売れるんですか、昔でも10円ぐらいで。でそれを家に来たブクブクブクって泡のやつにそこに置いといて、それ業者さんが買いに来るんですよ。そうそうそう、うん、そう。今10円って言ったでしょ、うん、今年は塩500円してるのね、一匹が。あの透明のやつですよね、目ん玉が黒くて、うん、でそれが子供の時に親に連れて行かれて、うん、いややったんですよそれが。ちょっと早食べてくれへん。いやいや、なんで人に言うよねそれ。いやいや、さっき一回飲んだ。ちょっと思ったより柔らかいから、これ一挙にいかないと多分無理や。一口ですか。いやいや、それはゆっくりと味わう。ゆっくりと味わう。骨がないと思うから、骨を確認してください。あ、音がない。大丈夫ですよ、骨、うん、硬い骨があるんですよ。佃煮です。
いけますか。いけます。いけますか。うん。よそでは。ああ、柔らかいね。もっとなんかパリパリなんかなと思った。いやいや、佃煮です、本当に。グロテスクやね、でも。え、頭のとこやから、ね。いただきます。人生最初の初めての経験でしょ。うん、そうです、そうです。食べるっていうのは。田舎でも大丈夫でしょ。柔らかい。白ご飯に、ご飯にも合う。そう、ご飯に合う。ご飯に合うでしょ。あの骨のバリバリっとした感じが全くない。美味しい白ご飯にも全然合う。絶対そう。だから大阪、日本では大阪だけがこのうなぎの頭を料理してたんですよ。あの豆腐と一緒に炊いて、ね、出汁が出るから。柔らかい。こんな中まで味も染み込んでるし。うん、ご飯にして最後お茶かけても美味しい。そうやね。茶漬けはできますね。これはね、お料理名としては何ていう名前なの？半助。半助。半助の佃煮。どんな字？どんな字？半分の助ける。はいはいはい。で、これは半助っていう、うん、うなぎの頭のことを半助。半助では半助。あ、そうなの。で、なぜ半助かっていうのがちょっとよく分かってないけど、一般的には昔その市場でこのうなぎの頭を、うん、あの お皿というか何かにザルに持って売ってる、うん、それが50銭やったから1円の半分で半助とか言ってるけど、それが正しいかどうかは分からないんですけどね。あ、そうなんですね。そこは先生あんまり突き詰めなかったんですね。また突き詰めてます。大今まだ途中だ。だから大阪の何物の料理としてこれは非常に大事で、うん、うなぎが減ってる減ってると言いながら他してるでしょ。食べれますもん。そう、もったいないですね。本当に食べれますね。そうそう、もう世界中で他してるんですよ。うなぎの料理は日本だけじゃなくてアフリカでも。でも頭をこういうふうに料理してるとこってあるんですよ。先生がやってるだけで。そう、だって先生は私はやってないけど職人さんにお願いしてやってもらってる。あ、これをね、うん、いやこれはでも職人技ですよね、うん、この柔らかさはね。すごい日本料理の人はね。いや本当に2年半かかってやっと食べたことない。ないの。初めて。味が染み込んでて。先生のうなぎにハマった理由はまず何なんですか。お好きやろ、もともとかば焼きが。あ、かば焼きが好きやったから。そうそう。あ、かば焼き美味しいな、で、ほんでうなぎに興味を持ったって。だからうちの大学、大手門学院大学っていうのがあるんですけど、はいはい、うん、大手門学院大学の文学部でね、うん、今文学部っていう名前じゃなくて、なんかもっと難しい名前になってるけど、はい、そこでアジア学科というのがあって、あまり学生集まれへんから、アジアの食をテーマに新聞社と組んで、1年12ヶ月の市民講座を作ったんですよ。うん、その時に10講座埋まってあと2講座が残ったんで、なるほど。で文学部長友達だったから、アジアでもうなぎ食べるかなと。食べるよって言ったら、うん、ならうなぎ話してくれと。そしたらちょっと90分喋ったらこれだけ出すからって言ってくれたから。ああ、なるほどね。で乗ってしまって。ああ、なるほど。ところが90分市民の前で、はい、かば焼き好きやからって持たないじゃないですか。まあかば焼きの話だけではね、うんうん。でそれでいろいろと思い巡らしてるときに、うん、岡山、じゃあ四万十のところでね、うん、別の魚のことをやってるときに四万十の漁師とかが、うん、そんなにかば焼きが好きやったら青うなぎを食べてほしいなと。うん、で青うなぎ、普通のうなぎではないんですか。うん、青うなぎってまた別に別の、普通四万十言ったら四万十の天然うなぎって言うじゃない、うん、ありますよね。あれは川に上がってるでしょ、うんうん、はい、川に上がらないで四万十の湾の中で生活してるうなぎだし、うん、でめちゃくちゃ綺麗なうなぎ。青うなぎって言うんだよね。ちょっと青水色っぽいっていうことですね。水色じゃなくてグリーンなんです。へえ。だから昔の人の言い方やから青もグリーンもみんなようにだもんね。ほんで、あ、そうや、青うなぎのことを調べようということでいろんなやってたら面白いことはどんどん分かってきて、うん、今言うた小沢川でもね、 JR の鉄橋ありますよ、はい、で、うん、うなぎのことが分かる人は、うん、その鉄橋よりも上流のうなぎがダメ、うんうん、鉄橋よりも海側のうなぎが、うん、はいはい、美味しいと。それは何か言ったら、うん、青うなぎは川に上がらない、うんうん、普通うなぎっていうのは川にいてると思うんですよ。そうですね、淡水の、そうそうそう、ところが、うん、青うなぎは海のそばに塩水がなかったら、うん、へー、だから食べてるものも川の餌よりも、はいはい、海の海辺にあるエビとかカニとかいっぱいいてるやつを食べてるから、はいはい、餌も美味しいと。なるほど。
その研究でうなぎにドーンと。そっからハマった。でもう一つ海に出てくるぐらい。そうそう、ね、海に出てくる。でもう一つが、私は日本史の方やけども、いろんな本読むと、うん、大阪は商人の町で腹を割って話するから腹開き。ああ、そうですね。江戸は武士の社会で切腹を嫌って背開き。はいはい、ああ、なるほど。言うやん。はい、そうで言いますね。それは知ってます。やり方もね。私はちょうどその頃、ちょうど今からその十何年前の時に、うんまあ、切腹というか腹切りに興味を持った時があったんですよ、うんうん、侍が切腹を切ろうって背中を切られるなんてこんな恥ずかしい話ないんですよ。敵に後ろ見してるでしょ。そうですね、うん、だからせめても料理されるのに、うんうん、武士の情けで切腹させなあかんじゃない、うんうん、なんで江戸は背開きになったのか、その説明つかないんです。なるほど。これはちょっと調べてみる。理由があるってことですね。で、ドドドドッとはまってしまった、うん、だから青うなぎと腹開き、背開きでドドドドドッとはまった。青うなぎの、その一言で言うと、どこ、何が魅力なんですか？あの、うなぎの魅力はね、うん、顔がほっそりして、後で見てもらいます、ね、はいはいはい、細いんです。青は特に細い。あ、青うなぎが特に細い顔が。あれはだからその高知じゃなくても小佐川にも青うなぎいてますよね。いてますよね。見たことあるもん、そのグリーン色。顔細かった。ちょっと色はね、違う。色がちょっと薄いっていうか、うん、グリーン天橋より下のやつね。そうなんで、あの辺で泳いでたから。そうそう。それで、うん、だから、その普通の魚の美しさとしあって、冷たい美しさ。あ、いわゆるクールな感じ。クールな。だから、クールビューティー。男優で言うたら、ご存知かどうかわからないけどね。はい、市川雷蔵っていう、はい、市川雷蔵、はい、あの昔のね、うん、うん、そうそう、昔の顔は出てこないですけど出てきた出てきた似てる青うなぎとうなぎではないけど、あ、眠り京四郎とね、あ、はいはい、シュッとなってね、綺麗、綺麗な人ですかね。京本政樹さんは違う。違うんですよ。違う。雷蔵のなんか深みがあるんですよ、青うなぎが。で、女優で言うたら、女優さんで聞きたい。カジメイコ。ああ、カジメイコさんわかりますよ。はいはい。ああいうタイプなんですよ。ああ、なるほど。テレビではサソリになってたけどね。そうそう、そうやね。そうやね。女子で女子サソリね。あれスッとしてツンとした感じですよね。そうそう。でなんとなく冷たいけども、うん、優しさぬくもりもありそうやと。それはデリケート深いやん。いや深いですけど。本人には言えへん方がいいと思いますよ。うなぎに似てるなっていうのはね、多分伝わりきれない、きらないと思う。悪口に聞こえない。うん。それは、ただ選手はこだわりが強すぎるのと、だからもうその好きすぎて。好きすぎるのと、やっぱりちょっと凡人じゃないから、うん、発想がもう。発想がやっぱりちょっと斬新すぎて。うん、ねえ。例えば私の顔をうなぎに例えるとすれば何うなぎですか？うなぎって世の中に何種類ぐらい？19種類の中で何うなぎですか、私の顔。うなぎとしたら目のパッチリで、うん、あのセレベスっていううなぎ。そこにもセレベス。セレベス。あ、でセレベス。セレベス。こちらはどう、何ぐらい？これはもう強そうやからピカーラっていうね。ピカーラ。ピカーラとセレベス。セレベスとピカーラも言います。ピカーラって言います。え？ちょっとセレベス類いてるんです。セレベス。え？だからこんな小さい店やけども日本で一番世界のうなぎを生きたまま持ってる。ああ、なるほど。セレベスとピカー、名前変えようかも私ら。まだもピカーラ。誰に負けない美のこだわりみたいなものとかってお二人。何それ。誰にも負けない美のこだわり？そんなんあるかな。誰にも譲れない美のこだわり。そうやな。ある？誰にも負けない。うん。じゃあ誰にも負けないでここにこだわってるんですって名女装する上で、ここだけはこだわってもする上でやと思う。そういうことやと思う。やるかな。私はこのほくろは絶対つけるっていう、うん、これがポリシーであるけど、うん、それ以外はあるかな。意外とないのよ、こだわりがないのかもしれんね、うん、今の若い子たちはありそうやけどね、うん、
ろいろ進化して。ただもともとはやっぱりこういう私やったら、うん、そのパリコレに出てたモデルさんに憧れて、うん、こうなりたいっていうなんか見本みたいなものがあって、でそれに近づこうと思っていろいろ努力してメイク考えたりはして、うん、まあ、私の中では今もちょっと完成形に近づいてるから、うん、ある意味もうこだわりなくもうあの今完成されてるっていうことかな。なんやろうね、こだわりって言ったらこだわり、うん、B じゃないかもわからないけど、そのまつげはやっぱりもうなんかこれで短い普通のまつげとかはちょっともうダメかな、うん、あのその辺で一般で売ってるような。あー、なるほどね。やっぱり今、やっぱり今ぐらい長いやつ、そうそう、これでも短くなったぐらい。私は普通にこれ1枚だけつけてるんですよ、うん、まつげ、つけまつげ何枚つけてるんですか。だから3、片目に3枚あ、片目ずつで6枚ついてる、6枚ついてる。そういうこだわりそれぞれあるね。そうそう、もっと長いまつげつける人もおれば、うん、もう、ま、自まつげでうまいことやる人もおれば、落ちてくるもんね。長ければ長いほど落ちてくるから、ね、そう、ドラァグクイーンといえばやっぱりまつげが特徴だから、うん、まあ ね、そこかな、こだわり、こだわりは。 今どうなの、完成されてる感じある、まだもっと綺麗になっていこうっていう気持ちがある。まだまだでしょ。どこまで、え、どこら辺まで。いや、美に終わりはないですよ。そうやね、うん、ピカーラ、ピカーラ、ピカーラ、名前、名前も変えてね、ピカーラがピカーラにピカーラ目指して、うん、そうやね。私もだからこういう完成形って言ったけど、うん、まあもしかしたらもうちょっといろいろなんか急にもっと長いまつげつけたいなとかなるかもしれないもんね、ん、変化をね、分かれへんね、まだ。昔は一時期はやってたもんね、ウィッグも違うウィッグを、いや、いろいろ被ったりしたけ たけど、ただディナーショーとかになるとテレビとは違うまた、あの、うん、ナジアが見れますから、そこは変えてるんですよ。本当のいわゆる舞台上とテレビとではちょっと違う、メイクも変えてるし、そこもこだわりは持ってる。